ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。おい霊夢、何を見てるんだい？ドラマよドラマ。ちょっとだけ見ようと思ってたんだけど、つい夢中になって見ちゃうのよ。ドラマ？一体どんな話なんだい？死刑制度がテーマのドラマよ。死刑に関するドラマか。確かに夢中になってしまうかもな。そうでしょ。このドラマに登場する人物も、確かに許されることのない重罪を犯して死刑になったんだけど、それでも死刑となると一人の人間の命を奪うことに変わりはないんだから、死刑制度って本当に必要なのか考えさせられてしまうのよね。なるほどな。しかも、日本史を学んでると日本では昔から死刑や処刑が行われてきたじゃない。だから、重罪犯は命をもって罪を償うのが当然のことのように思われがちだけど、それもどうなのかなって思ってしまうことも時々あるのよ。ちょっと待った、日本では昔から死刑や処刑が行われてきただって？え、そうでしょ？乱とか政争で敗れた方って処刑されてるイメージがあるけど、そう思われがちかもしれないけど、日本にだって死刑がなかった時期もあるんだ。そうなの？一体いつの話よ？それは平安時代だぜ。平安時代か。確かに、特に争いもなく平和なイメージがあるから、死刑や処刑といった血生臭い出来事とはほど遠そうだね。じゃあ今回は、平安時代の350年間に一度も死刑が執行されなかった理由を紹介するぜ。よろしくお願いするわ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、死刑制度の現状と日本における死刑の始まり。平安時代について見ていく前に、まずは今現在の死刑制度について見ていくぜ。日本では時々死刑が執行されたニュースを目にすると思うけど、2021年時点で世界144カ国において法律上あるいは事実上死刑制度が全廃されており、そのうち108カ国ではいかなる犯罪であれ死刑制度自体が全廃されているんだ。144カ国で事実上廃止されているってことだけど、それって多いのかしら？外務省によると、現在世界には196の国が存在しているから、ほとんどの国で事実上死刑制度が廃止されているっていうことになるんだぜ。死刑制度が存在している国の方が世界では少数派だとは思わなかったわ。しかもその上、死刑制度の全廃並びに事実上廃止している国は年々増えているように、国際的には死刑制度を廃止する動きが活発になっているんだ。だから、昨今の日本では死刑制度の存廃をめぐって様々な議論が交わされているんだぜ。こういう時、日本ってよく諸外国と足並みを揃えようとするよね。良くも悪くも霊夢の言う通りだな。そんな死刑制度だけど、日本では古代から存在していると考えられてるんだ。古代って、かなり昔からあるってことなの？そういうことだぜ。古代の日本には殺す罪や死ぬる罪という言葉が存在しているんだけど、これは今日の殺人罪にあたる言葉ではなくむしろ死をもって意外に浄化できない行いを、指している言葉だと推測されているんだ。死をもって意外に浄化できないって、まさに死刑制度と言えるわね。また、中国の正史である随所和国伝には殺人や強盗、強姦を犯した者は、すべて死罪に処せられたことが記されているし、現存する日本最古の書物である古事記にも死刑という単語が用いられているんだ。古事記にも死刑って書いてあるのか。さらに、日本書記には斬死刑を指す斬、公死刑を指す公、そして墳刑を指す墳の3種類が存在していたことが記されているほか、日本で最初に刑罰として斬死されたと断言できるのは、女官と関係を持ったとして有役天皇に処断された大志高知の片部という人物で、その時期は465年頃有役天皇9年と言われているんだぜ。ふむふむ。その後、645年に大化の改新が起こると日本は中央集権的国家を目指して、中国に倣って律令体制を整備したんだ。この律令体制下で現在の刑法と刑事訴訟法に相当するのが律なんだけど、鞭打ち刑を指す地、木製の杖で背中や臀部を打つ刑の状。受刑者を一定期間獄に拘禁して強制的に牢役に服させる刑である図。辺境や島に送る追放刑のる。そして受刑者の生命を奪う死と刑の重さによって5種に区別されていて、これらはまとめて5刑5罪と呼ばれたんだぜ。無期打ち刑から死刑まで、5刑って幅が広いわね。さて、5刑は刑罰の重さに応じて刑の執行を決することができる人物が定められていて、最も重い刑罰である死に関しては天皇だけに執行の権限が与えられたんだ。ということは、天皇が許可しないと死刑は執行されないってことになるわね。ところで、死刑が適用される行為に関する規定とかはあるのかしら？律令体制下で死刑となる罪は8種あって、それらをまとめて8逆と呼ぶんだ。その8逆には、一体どんなものがあるのよ？国家や天皇に対する反乱を計画する無偏、皇居や天皇陵を損壊する無体逆、亡命や敵前逃亡、敵への投降など外国や反乱者に従う無本、父母や祖父母じおばなどの存続を殺害したり暴力を振るうなどの悪役、一家三人以上の殺害や死体切断による殺人のほか家族親族の傷害、
さらには孤独や縁起などの呪詛である不動、天皇への不敬である大不況、父母や祖父母を告訴したり死去の際にも喪に服さないなどの不幸、そして仕えている主人や国主、恩師を殺すなどの不義が八逆に当たるんだ。当たり前だけど、親を告訴したり亡くなった際にも喪に服さなかったりすることや、ましては呪詛が死刑の対象となるなんて今の死刑の基準とは全然異なってそうだね。ただ、国家に対する反乱を計画したり多くの人を殺害したりしたら、おそらく今でも死刑にはなるだろうな。話を戻すぜ。これらの八逆は原則的に恩赦はなく、たとえ皇族や貴族であっても優遇されなかったんだ。また、八逆以外の事例でも死刑が適用されることもあるんだぜ。他にもあるの？例えば、皇居に侵入して天皇の在所に至った者や国家機密を漏洩した者、5位以上の上司を殺した官人や囚人を強奪しようとして人を傷つけた者、さらには身の代金目的の誘拐をした者や布15単以上を強盗した者などが対象となったんだ。強盗ですら死刑の対象になったとは。ちなみに、律令法では公と残という二つが処刑方法として取られていて、二つのうち残の方がより重罪者に適用されたんだ。というのも、これは中国において首と胴体を切り離せば肉体は決して復活しないと考えられていたことや、公の方が死に至るまで時間がかかることからその間に恩赦が出される可能性があると考えられていたからなんだぜ。同じ死刑でも、その罪の重大さによって処刑方法にも違いがあるのね。その処刑方法だけど、公は受刑者を棒に縛り付けて2本の綱で首を挟み、これを左右逆方向に経理が縛り上げることで窒息死させる方法なんだ。もう一つの残は刀を持って首を切り落とすという至ってシンプルな方法だぜ。確かにそれはシンプルだわ。それらに加えて、受刑者を殴り殺す格殺という方法も取られていたんだ。暴力で解決しちゃってるじゃない。なお、この頃の死刑は見せしめも兼ねていたことから市場で公衆に公開されており、律令制に基づいて裁判を司り量刑を決定する領部省の他に、律令体制下における警察機構の壇上台や宮中の護衛や行幸の際に警護に当たる F の肝心が、刑の執行に立ち会っていたんだ。で、万一これらの立ち会い人が受刑者の量刑に対して疑義を挟んだ場合には刑の執行を一旦中断され、天皇に送問して判断を仰ぐという方式が取られたんだぜ。死刑執行という天皇が下した判断に対して、ある意味で異議申し立てできる立場の人がいたのは、予想外だったわ。また、当時は処刑された人間の怨念が人々や農作物などにたたることを恐れて、秋分以後立春以前の冬に執行されるということが定められていたほか、祭祀が執り行われる日なども避けられたらしいぜ。たたりを恐れたり、祭祀の日を避けたりするのも聖霊を信仰していた日本人っぽいわね。に、平安時代に死刑がなかった？それにしても、古代から死刑の方法や執行される時期とかが詳しく決まっていたというのに、平安時代に入ってからは死刑が執行されなかったって言われてもちょっと信じられないわ。実は、平安時代の前の奈良時代からすでに死刑に対して懐疑的な考えが広がっていたんだ。そうなの？724年から749年にかけて在位していた聖武天皇の時代には、死刑判決を受けた受刑者を天皇の意向でことごとく流刑に減刑していたんだ。というのも、仏教には五戒と呼ばれる仏教徒が守るべき基本的な戒があるんだけど、その一つに生き物を故意に殺してはならないという不殺生戒という教えがあるんだぜ。罪に対する罰とはいえ、死刑もある意味で生き物を故意に殺す行為ではあるよね。だから、仏教を信仰していた聖武天皇は死刑が不殺生戒の教えに反すると考えて、死刑を執行せずに減刑するという措置を取ったと考えられているんだ。仏教の力で国を治めようとした聖武天皇らしいエピソードでもあるよな。それだけ聖武天皇は仏教を厚く信仰していたのね。奈良時代には聖武天皇のように仏教を厚く信仰する人が多くいて、主に貴族を中心に仏教が一種の友好となっていたんだ。そんな奈良時代のトレンドでもあった仏教は、平安時代になってからも受け継がれたんだぜ。その結果、平安時代初期の810年に起こったクスコの変で藤原の仲成が処刑されたのを最後に、死刑相当の罪に対して太政官や領部省で死刑判決が下されても、死刑執行の権限を有する天皇が必ず流刑に減刑するという慣習法が確立されたんだ。ということは、死刑制度が廃止されたわけじゃなくて死刑が執行されなかったってことかしら？霊夢の言う通り、死刑を全面的に停止あるいは廃止する法令というものは出されていないんだ。それにもかかわらず、どんな罪に対しても死刑執行されることなく、死刑執行の権限を有する天皇によって減刑されるという慣習法が確立されたのには、クスコの変後の818年に時の天皇であった嵯峨天皇が降伏した、ある戦時がかなり重要だったと考えられているんだぜ。それって、どんな戦時なのかしら？それは、東藩に対する死刑を停止するという内容の戦時で、
この戦時によって死刑適用対象となる範囲が縮小するとともに、実際に執行されることがなくなった結果、慣習法として次第に定着していったと言われているんだ。ちなみに、天皇による減刑以外にも災害や朝廷内の動きによっては恩赦が出されたため、死刑判決が下された後に減刑や恩赦が重なって釈放されるというケースもあったらしいぜ。そんな幸運に恵まれた人もいたの？ただ、流刑に減刑されてから刑が執行される前、つまり流刑地に送られる前までに恩赦が出ないと、釈放されるなんて夢のまた夢だったんだ。というのも、流刑地に送られた後は非常者と呼ばれる特別な恩赦が出ない限り、一切赦免されることがなかったから、交通が未発達な当時においては辺境地から京へ行くにもかなり困難だったために、流刑でも十分死刑に匹敵する威嚇効果があったんだぜ。そう聞くと、命だけは助けてもらえたって感じがかなり強いわ。ところで、嵯峨天皇が死刑適用対象の範囲を狭くしたのには何か理由があるのかしら？その理由に関しては諸説言われていて、さっき触れたような仏教の影響があったという説や、当時の日本においては流刑が実質的に死刑と同等の意味を持っていたからだとする説の他に、中国に影響されたからだといった説が主に挙げられているんだ。確実に断定できる説があるってわけじゃないのね。ああ、そうなんだ。ということで、次は平安時代に死刑制度が停止された理由について詳しく見ていくぜ。よろしく頼むわよ。3、平安時代に死刑制度が停止された理由とは、まず、仏教の影響だけどこれはさっきも紹介した通り、奈良時代から貴族を中心に不摂生を説く仏教が重んじられており、中でも汚れ思想がかなり浸透していたんだ。汚れ？不潔や不浄など、理想的ではなくて忌まわしく思われるような状態を指す言葉なんだ。当時は死や疾病、出産や月経、犯罪などで汚れた状態の人は祭事に携わることや、朝廷内においては儀礼への参加が禁じられたし、神事に携わる者は血という言葉を口にすることさえ禁じられていたんだぜ。死や血をかなり意味嫌ってるわね。で、死刑の方法には残と功、そして格殺の三種があったんだけど、霊夢の言う通り残の場合は出血を伴うことから血への汚れとしてかなり意味嫌われていたらしいんだ。実際、死刑を執行した者は肉や魚を食べることを慎むといったように、心身を清めるための決裁をしなければ公務に従事することが許されなかったとのことだし、もしも決裁をしなかった場合は神の怒りによって災厄がもたらされると信じられていたんだぜ。そんなことが信じられていたら、汚れることを誰だって嫌がるはずだよ。天皇が自らの手で死刑執行を下さない限り、死の汚れを被る心配もいらないからな。また、仏教にある因果応報の考えに基づいて人を殺した者、つまり死刑を執行した者には、それなりの報いがもたらされるとも考えられていたんだ。汚れといい因果応報といい、死刑を執行したら良くないことが起こると完全に信じられてたのね。さらには、平安時代は受けた仕打ちに恨みを持ちたたりなどをする私霊や生き霊である怨霊が信仰され、天変地異や疾病などの災いは怨霊のたたりだと信じられていたんだ。この怨霊によるたたりから身を守るために、怨霊を鎮める効果を期待して、日本で仏教が信仰されるようになったとも言われているからな。そんな経緯があったとは知らなかったわ。だからこそ、当時の人々は怨霊のたたりから身を守ろうといろいろ努めたんだ。その中で、他人の恨みを買わなければたたりから身を守ることができると考えられた結果、死刑を執行すれば受刑者から恨まれ、その怨霊にたたられると信じられていったんだぜ。平安時代に入る前の時点で死刑執行がされるのは冬だけに限られていたわけだから、この考え方も結構一般的だったのかもしれないわね。続いて、流刑が実質的に死刑と同等の意味を持っていたという説に関してだけど、これもさっき言った通り京から追放されてる刑地へ送られてしまったら、二度と京へ戻ることはないと信じられており、京での生活に慣れた人々、特に貴族に対してはかなり絶大な効果があったんだ。一度贅沢な生活を知ってしまったら、なかなかその水準を下げられないっていうよね。そうだな。事実、貴族たちは流刑を恐れてからなのかくすこの辺以降、中央で発生した政争が武力によって解決するといったケースが一切なくなったんだ。よほど辺境地や島に行くのが嫌なのね。淡路廃帝とも呼ばれ、764年に淡路島へ配流された。順民天皇の例のように奈良時代の事例を見ると、たとえ淡路島といえども都から追放された時点で流刑は限りなく死刑に近かったとも言えるんだ。ただ、この説に対して疑問を呈する声も上がっているんだぜ。そうなの？というのも、平安時代の流刑は犯罪で汚れた受刑者を京から追放することが主な目的とされており、平安時代末期に流刑で伊豆の国へ送られた源頼朝の事例のように、流刑地として送られた先ではかなり自由だったとも言われているからなんだ。流刑地での頼朝ってどんな感じだったのよ？罪人として京から伊豆へ流された頼朝は、所領や家来を持つことであったり、
伊豆の国の外へ出ることなどが許されてはいなかったんだけど、一方でそれさえ守ればルケイチで乗馬や狩猟を自由に行えたし、さらには乳母や親族、そして神社といった様々な援助によって、生活には一切困らなかったらしいぜ。そう聞くと、本当にただ今日から追放されただけって感じがするわね。そんな頼朝とは対照的に順仁天皇は、都から淡路へ向かう支援者が多かったこともあって、現地の国主らによって常に監視されていたんだ。監視されている時点で自由が利かなそうだわ。しかも、順仁天皇は監視から逃れようとしたところを捕らえられてしまい、その翌日に病によって崩御されたと言われているんだぜ。逃げようとしたら捕まるし、その後亡くなるって絶対何かあったでしょ。確かに、病死ではなくて暗殺されたという説も囁かれているんだ。とにかく、奈良時代の流刑は流刑先でも厳しい生活が待ち受けていたけど、平安時代末期にはかなり自由が効いていたことからも死刑と流刑を同等に見なすのは正しいのか、という声も上がっているんだぜ。さっきの仏教の話と絡めても汚れた受刑者を追放するためだけだったのかもね。そして中国に影響されたからという説に関しては、中国では孔子の考えに基づいて、徳のある統治者がその持ち前の徳を持って政治を行えば死刑のない理想社会が実現する、という考えが広まっていたんだ。実際、唐の玄宗は747年に律の条文から死刑を削除させたという例があるんだぜ。中国では暗黙の了解で減刑するのではなくて、はっきりと死刑をしないって決めてたのね。死刑を廃止することで皇帝の徳をアピールし、理想の聖天子であるかのように振る舞ったんだな。日本でも聖武天皇が725年に死刑を停止すると、在位中に何度も恩赦を出しただけでなく、後見天皇や聖徳天皇、後任天皇など聖武天皇以降の天皇も頻繁に恩赦を出しているんだ。聖武天皇以外にも頻繁に恩赦を出して死刑を実質的に停止していた天皇がいたのね。しかし、781年から806年まで即位していた桓武天皇の時代になると一気に恩赦が減り、死刑囚はほとんど赦免されなくなってしまったんだぜ。つまり、奈良時代の終わりから平安時代の初めにかけて死刑が復活したってことか。こうして死刑制度が復活した中で嵯峨天皇が死刑を停止する戦時を打ち出したから、そのインパクトはさぞや大きかっただろうな。現に、嵯峨天皇は死刑を停止した聖君とみなされるようになったらしいぜ。当時の日本は仏教も含めて中国からいろいろ学んでいたわけだから、孔子が説いた君子としてのあり方に関しても意識していたかもしれないわね。4. 平安時代は本当に死刑が停止されていたのか？さて、たとえ重罪人でも当時の風潮から天皇によって減刑されていた平安時代だけど、あくまで天皇の裁可による死刑がなかったというだけのことで、当時大きな権限を持っていた国司による死刑執行は行われていたらしいんだ。そうなの？例えば、日本三大実録には下野の国で反乱を起こした賊徒や降伏した府衆を、国司が処刑したという記述があるほか、日本紀薬にも鈴鹿山の軍刀を処刑したという記述があるし、今昔物語にも放棄の神が盗人を処刑した描写が記載されているんだ。結構文献が残されているのね。それぞれ場所や時代がバラバラなことからも、地方では国司による死刑執行が頻繁に行われていたことが伺えるんだ。しかも、本来ならこうした犯罪者は中央に送られて裁判を受けるはずなのに、国司の判断で中央に送ることなくいとも簡単に死刑執行がされていたんだぜ。そんな勝手なことして大丈夫なの？実は、平安時代に国司の権限が強化されたこともあってこのような状況になったと言われているんだ。中央の意なんか関係なく、国司たちが勝手にやっていたってことか。また、嵯峨天皇が設立した警察及び司法機関にあたる検非違使も、肉刑と呼ばれる実質的な死刑を行っていたんだ。肉刑？これは手足や鼻を切るという刑罰で、これによって負ったダメージが原因となって、亡くなってしまう罪人がかなり多かったんだ。かなり残虐なことをするじゃない。しかも、1050年から1064年まで検非違使別当と呼ばれる、検非違使の長官を務めた源常成は厳罰主義の人物として知られており、恩赦になるはずの海賊3人を斬首の代わりとして手足を切断した結果、3人とも亡くなってしまったという例もあったんだぜ。斬首の代わりに肉刑って、意味ないじゃない。他にも、摂関家などの高級貴族や上皇は反公的機関の家政機関を持っていたんだけど、彼らは自らの家政機関の職員や従者家人に対して裁判権を有していたんだ。その刑罰は拘禁処分が多かったらしいが、時には処刑してしまうこともあったみたいだぜ。ある意味、私的制裁って感じで死刑が存在してたのね。私的制裁というと、源氏や兵士といった武士たちにも主命に逆らえば斬首という掟があったらしいからな。このように、貴族や武家の内部では公然と死刑が行われていたし、天皇が死刑執行を許可しなかっただけで、意外と死刑が行われてたのね。ただ、霊夢の言う通り天皇の裁可による死刑が一切なかったから、
公式としては死刑は停止されていることになっていたんだ。天皇が死刑にゴーサインを出さない限り、公には死刑はないというわけだね。加えて、死刑とは異なるものの城兵転用の乱など地方で発生した戦乱においては、追悼対象者は殺害されることが普通だったんだ。この城兵転用の乱では、討ち取られた平将門と藤原の住友の首が京で晒し首となっているんだぜ。停止されていた死刑が復活した理由。ところで、非公式では行われていた死刑がどうして公式に復活したのかしら？それは、1156年に起こった方言の乱が原因となっているんだ。この乱の戦後処理の際に、多くの謀反人を流刑にしては世が乱れるという、新勢こと藤原の道のりの提言によって後白河天皇が死刑を復活させたんだぜ。天皇の意向というよりは、藤原の道のりの意向って感じがするわね。そうだな。これにより、810年のクスコの変で藤原の仲成が処刑されて以来約350年ぶりに、天皇が死刑の執行を命じることになったんだ。ただ、当の後白河天皇はどうやら渋々死刑執行を命じたみたいだぜ。やっぱり、汚れとか意識してたのかしら？その通りだぜ。だからなのか知れないが、方言の乱で敗れた崇徳上皇や貴族たちは、後白河天皇によって減刑されたため流刑で済み、実際に死刑となったのは武士たちだったんだ。武士となると、方言の乱の前から死刑という形で処刑が行われていたから、実態としてはあまり大きな変化がなかったものの天皇が再び直接死刑に関わったということは、かなり衝撃的な出来事だったんだぜ。皇族や貴族に対して死刑を執行しなかったのは、後白河天皇のためらいが現れたとも言えるわね。しかし、1160年に勃発した平治の乱では武士だけではなく貴族の藤原の信頼が斬首となり、ついに中央政界においても死刑制度が復活したことになったんだぜ。天皇が死刑に関わるようになってからたった4年後のことじゃない。公式としての死刑も、あっという間に復活してしまったのね。それでも、これ以降の公家に関する法においても死刑に関する規定は載っておらず、その後起こった源平合戦や鎌倉時代に突入してからの承久の乱に関しても、貴族が処刑されるといったケースはほとんどなく、戦乱時においては武士だけが処刑されるという伝統が続いたんだ。しかも、その処刑方法も武士による死刑という形態が取られ続けたんだぜ。貴族の死刑は忌避されていた一方で、武士の死刑は当然のように行われてたのね。ここまで、平安時代の350年間に一度も死刑が執行されなかった理由に関して見てきたけど、霊夢はどう思ったかい？そうね、当時の天皇や貴族の間で流行していた仏教信仰や、日本がお手本としていた中国の影響もあって、平安時代には死刑制度が一時的に停止していたのね。そうだな。しかも、約350年間となると徳川五代将軍の綱吉が将軍になる前から、現在までの期間とほぼ一致するんだ。そう言われると、350年ってかなり長いのね。でも、死刑が執行されなかったとなると何かちょっと曖昧な感じがするわ。だって、天皇が死刑の執行を命じなかったとしても天皇以外の人間が勝手に死刑をしてたっていうし、でもそれって裁判を経ていないわけだから国として死刑を執行したとも言えないものね。確かに霊夢の言う通りだな。天皇が死刑執行を認めてないから公式としては死刑が行われていないものの、国司や検非違使、武士などの間では死刑としての非公式な死刑が横行していた。だから、平安時代の350年間に一度も死刑が執行されなかったというのは、ある意味では正しいとも言えるし、逆に正しくないとも言えてしまう。かなり曖昧な事実とも言えてしまうんだぜ。これに関しても、人によってかなり解釈が分かれそうだね。この件に関して、他に知っていることや自分なりの考えや解釈がある人がいたら、ぜひコメントしてほしいぜ。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。